今日は二十四節気の一つ処暑です。厳しい残暑が続く中、三原村ではヒメノボタンが花を咲かせています。三原村の星ヶ丘公園では地元の住民グループが園内の手入れをしています。秋の七草オミナエシやミソハギなどの花が見られ、運が良ければ通称ブルービーに出会うことも。淡い赤紫色の花を咲かせているのはヒメノボタンです。ノボタンの仲間で花が可憐なことから名前にヒメが付けられたといいます。野生での絶滅の危険性が高い植物として環境省や県のレッドデータで絶滅危惧種2類に分類されています。ヒメノボタンは来月下旬までが見ごろで、来月14日には苗の販売や園内の花の観察会などが予定されています。